はいリップルアタックです、えっと、結構ねこのマイナーゲートのマイニングを低スペック PC でやると結構電気代の方が高いっていう動画を、えー、以前から上げてるんですけども、えー、結構ね多くの人にこう見てもらって、えー、コメントいただきこれありがとうございます。で、えっと、僕のね動画はね結構、えー、マイニングとか FX 中心あとまあ投資もやってるんで投資信託の、えーまあ、こともちょっと言ったり えー、書いたりするんですけどそこが中心なのでどうしてもね35歳から44歳の層がすごく多いです。でえー、先月1ヶ月はで、えー、でししたたから44歳男性がということでね結構ね内容も難しいかもしれないんですけどあとまあ僕も間違ったこともしかしたら言うかもしれないんでそういう時はなんかねコメントとかいただけたらねう、えー、しく思います。 で、えー、いつもねリップルとかのチャート中心に見てるんですけど今日はねえっ、ー、と前あのやったマイナーゲートのマイニングにちょっと戻ってみようと思うんですけど、えー、なんでね戻ろうかと思ったかというとなんかあの俺的ゲーム速報ジンがなんか動画で。 そんな,なんか低スペックの PC でバイングしてマイニングするから儲からなくて俺は60万円のパソコン買ったんだみたいなことにちょっと自慢してたんで <laughs> え「え俺どこと言ってんのかな?」とか思いながらちょっとねあのちょっとショックでしたあの本当にあの低スペック PC でマイニングしてますだから儲からないですその通りです ということでまあ僕かどうかわからないんだけど僕よくコメント書くんですよあのあのジンにコメント書いてなんか「アフィカス」とか言って小競り稼ぎしてるんだろうみたいな。でもこれも本人もなんか動画で言ってるから別に <laughs> いいと思うんですけどで、まあ、僕もよくコメントするんですけどでなんかちょっと。 それは関係あるのかないのかちょっとわからないんですけどちょっとかか言われてしまいました低スペック PC だから何んんかあのもうからないんだとか言ってまあ僕のことかどうかわかんないんですけどまあ気にせずちょっとあの動画アップしていきますで、えー、今日はね何しようかと思うしようかというとえっ、ー、と4月のね、えー、そのマイニングのね結果発表ということでね、えー、アカウントステータスで、えー こここですね、えー、この右に行くとトータルマインドこれねまあ大体、えー、BTC で表示されてるんですけど、えー、大体まあ0.000025ぐらいですね3月ねちょっと最初の方マイニングやってたんでまあ大体0.87取ってまあ 0.000025BTC がまあ4月のマイニングの量になりますでちなみにえっ、ー、とちょっとねこれいろんな処理をしてるんですよパソコンでちょっと遅いんですけどあ動いたえっ、ー、とまあ US ドルにすると0.24ドルぐらい0.2ドルぐらいになりますつまりまあ、えー、1ドル100円としたらまあ20円ぐらいですね 1>, 1ヶ月この20円っていうのはね、これ明らかに電気代の方が高いっていうね、えー、ことになります。はい。で、えー、っと、あ見えますはい。1ドル20円ぐらいかな、このドル換算すると。で、ここでね、こういう風にチェックで、ね、変えて、BTC 表示とかもできます。で、えー、っと、僕のね、えー、パソコンのスペックがね、これになるんですよ。えー、っとね、えっとね、 Windows 7 Professional のなんか下に行くとこういうのがあって、えー、Core i3 って書いてますね CPU がでメモリーが4ギガで64ビットって書いてますこれでちょっとマイニングして、まあ、この量なんでもしね参考になったらねみ皆さんえっとこのスペックだと、まあ、結構遅い感じがします Windows 7プロフェッショナルでコア i3 のなんとか。かな。はい。で、えっとね、もしね、僕はね、あのなんだろう、普通の CPU でこのマイニングするのねあの、進めていません。っていうのは、あのマイニングってね、基本的にあのゲ,ーミングゲーミングのパソコンとかであのや,や,るやってるんで、みんな。 だからこの CPU で、ね、マイニングするのは、ねえっと、進めてません。というのは電気代だけ、えー、<laughs> かかってマイナスになるということねあの。マイニング貧乏になるということで、えっと、僕は多分それを YouTube の動画でこれ最初に言ってると思います。あの他の人って、ね、大体、ね、マイニングしたら儲かるんだ、マイニングしたらいいんだとか、ね、いいとこしか言わない人がこれ多いんです。なんでかというと、えー、みんなに、ね、その注目してもらいたいから。 で僕はね、えっと、本当のことをねあの、言ってやってるんで、まあ、そういう意味ではね、まあ、こう面白くないと思われるかもしれないんですけど、まあ、あの、何、えー、だろうその、まあ、本当のことを言ってこうみんなに分かってもらおうかなっていうことで、まあ、やってるんで、別にその動画見てなんか再生、再生回数なんか100万回欲しいとかそういうわけじゃないから、全然それはいいんですよ、その、何だろう、再生回数をなんか目標にやってないんで。あと僕、ね、マイニングしてるやつはまあこう モネロとかもマイニングしてたんだけどその、えー、まああんまりマイニングできないんで何マイニングしようかなと思っていろいろちょっと考えてででまあこれなんていうのアネイオンっていうんかなアネロっていうのか一応わかんないですあとファントムとかファントムコインとかいっぱいなんかいくつもあるんですけど僕がマイニングしてるんがねこのモネタバー っていうかなもう、ね、ちょっと発音わからないんですけどこのモネタバードっていうのとこれねサクサクたまってもうなんか259あるんですよだけどこれ0.001円とかもしないんですよあのどこでも取引できないからこれあの0円コインなんですよ <laughs> 0円コインでマイニングしてもはっきり言ってこれ価値ないんですよ259あってもわかります だからこれはあの実質こういうのをマイニングしても電気代しか高くなるんであのー、100%マイナスになります。あとこのねこれですねこれ何て読むか僕分かんないんですけどカザールコインっていうんかな QUA、えー、カ,カザールカザールっていうかカザールっていうかちょっと分かんないんですけどこカザールコインっていうのもちょっとマイニングしててえー、っとこれがね えー、16ぐらい今ありますこれ結構溜まってるんですよまだ溜まってる方ですねカザールコインまあ発音はちょっと分かんないんで何とも言えないんですけどあとねまあダッシュダッシュ固まってしまったちょっとね他にねいろんなねあの動作してるんでねダッシュコインとかもちょっとやってるんですけどあとこのインフィニウム8 これも、ね、まだ0円なんですよ。これも99あるんですけどなんかインフィニウムってなんかアルミニウムみたいなニウムってなんか金属みたいな感じがするんですけどよくわかんないですよね、うん。だってマイナーの数とか見たらこれなんか388しかいないですよ <laughs>。やばいですよね、この少なさ。でも僕今やってないんですけど、えー、こ,この数あるコインですらだって。 マイナーの数これ799ですよ。これ超少なくらいって覚えますわ。わ <laughs> 799超少ないですよね。この前にマイナーの数が。まあ、こういうのってなんかもうあのー？なんか電気代の方が絶対高いんでなんだろう。そのこれでなんか儲けて儲けようって思うことはないんですよ。 もちろん儲けたい人はあのなんか人みたいになんか60万もするパソコン買ったらいいんですけどただ60万のパソコンを買ってもあの電気代が日本はね高いからなんだろうもっとね電気代の安い国とか地域,地域あるじゃないですか例えば何か、あのー、原子力発電所の近くにあるとかなんかの発電所の近くにあってそのちょっと優待みたいな感じで安くなってるような地域とかがあれば もしかしかかたらあの0円とそういうとこでそのんだろう GPU とかがあってパソコンとかがある環境があるとこでマイニングできるんであれば一番あのコストと費用が安くてあの作れると思うんですけどまあ,あの日本にいる限りは多分そこはなかなかないと思うんでね、えー、と高いパソコン買ってやっても結局んだろう回収するのにね時間かかるんで無駄になる。 もちろん、ね、あのゲーム大好きな人とかであのゲームしながらとかだったら全然あのいいと思うんですよそのいわゆる何だろうゲーム好きでゲームやりながら、まあ、たまにこれやってちょっとなんか増えたら仮想通が増えたらいいなみたいな人は全然いいんですよただそれをね食でやるっていうのはこれ結構きついからや,やめた方がいいですみんなはいででまあ僕は主にちょっとこの2つかなえー そのだろうちょっとマイニングしてるのはまあ将来ちょっとでもつけばいいと思いますだけどこういうのってあのまあ日本人的思考からするとあの価値のついてないものをこうマイニングしたってまあ意味ないだろうっていうのがまあ日本人的なちょっと思考なんでまああまりおすすめはし,しません。だって両方まあ大体 マイナーの数が800程度しかいないなで相当少ないで、まあ、将来これがなんか上場されるまでもしかしたら20年も30年もかかるかもしれないしなくなるかもしれないんでまだねあのなんともそのまだっていうか絶対絶対絶対近いほどなんとも言えないような行為です。だけどまああのまあなんとかこっちはねこのチェンジリーとかで買えれるらしいんですよ数ある行為っていうのは。 チェンジリーとかで変えられるらしいんですけどただまだマイナーの数とか少ないしあの人気もないからね、えーまあ、その大,きく大きくなるようなコインではないと思います、はい、それぐらいかな、はい、じゃあ,まあ最後にまあ僕のもう一回 <laughs> あのパソコンのスペックを見せて終わりたいと思います Windows7 プロフェッショナルの、えー、Core i3 これですねメモリが4ギガ ビットなんかペンタッチってここにあるんですけどこのディスプレイではペンタッチの入力ができませんって書いてますまあこのディスプレイこれ安いやつだからペンタッチできないんですよ僕のこっちのノート型はあのペンタッチできるんですけど、えー、どこだったかな a s u s じゃなくて HP か HP のやつでなんかこっちがね GPU がちょっと反応するんですけど なんか GPU 反応するんだけどマイニングできないみたいな感じなんでちょっとよくわかんないノートかパソコンが一つあるんですけどまあそれは今日はいいですはいということでまあ、4月の、えー、マイニング結果は、えー、まあドル換算すると0.2ドルでしたはいご視聴ありがとうございますもしねえー、っと リップトレードの方もねよかったらね見てください。